Welcome everyone to another episode of Between Two Ferns. I mean, around Akiba. And we are here with a special guest, Momo Momose. Arigatou gozaimasu. 自己紹介お願いします。はい。Momose Momo と言います。My name is Momo Momose. よろしくお願いします。よろしくお願いします。前職は何になさってましたか？はい、私は保育士をしてました。おお。今はどんな職業をなさってますか？はい、今は日本でグラビアアイドルをしてます。お、グラビアアイドルですね。グラビアアイドルは海外にはない職業ですよね。そうですね、日本の文化ですよね。日本の文化ですね。その海外のモデルさんと日本のグラビアアイドルの違いは何ですか？なんだろう、わからない。私が教えてほしいかもしれない。何ですか、違いは。そうですね、海外によくあるのは、例えば雑誌に出たり、はいはい、例えば衣装とかを紹介したり、はいはいはい、何かをこうプロモーションするためのモデルさんが多いんですね。 あとこう俳優で、まあ、そのファッション雑誌で何か紹介したり、あ、少しまあ、セクシーな衣装を着て、はい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 、雑誌に載ってたりするが多いんですね。なるほど。グラビア日本のグラビアアイドルは多分自分を表現するためのモデルだから、衣装をプロモーションするとはまたちょっと違う職業かもしれないです。そうですか、はい、じゃあ毎日のスケジュールはどんな感じですか？最近は、まあ、雑誌とか DVD とかお仕事が入ったら撮影、はい、グラビアの撮影をして、はい、あとはまあバラエティ、テレビのバラエティの収録だったりとか、あと YouTube でゲーム配信をしたりしてます。おお、忙しいスケジュールですね。全然忙しくないです。幅広い活躍。今日はすごいでかいですね。はい、今日はすごいでかい宇崎ちゃんのコスプレをしてます。宇崎ちゃん、オタクですか？あ、めちゃくちゃオタクです。めちゃくちゃオタクです。じゃあ好きなアニメとか漫画、ゲームは何ですか？一番初めアニメが大好きになったきっかけは鋼の錬金術師で、はい、そこから、まあ、今は、まあ、進撃の巨人とか、いいですね。まあ、うざきちゃんみたいな萌えアニメも大好きで幅広く見てます。いや、すごい似合いますね。ありがとうございます。やった。嬉しいです。ちなみに保育士からグラビアアイドルになったきっかけは何ですか？海外の方はそのアイカツっていうコンテンツを知ってるかわからないんですけど、うん、日本でその当時アイカツっていう女児向けの、はい、子供向けのアイドルアニメがすごく流行っていて、はい、私それが大好きで、そのゲームをしに、はい、大阪のいわゆる東京の秋葉原、大阪の日本橋、オタクの街があるんですけど、日本橋、はい、日本橋にゲームセンターに向かってるところを、はい、今の事務所の社長さんに声マジでナンパされました。すごいですね。そこで社長さんに、はい、グラビアアイドルになりませんかと。で、その場で決まりましたか？いや、もう3年ぐらい悩みました。3年間やっぱり日本にはあんまり、はい、海外には私と似たような体型の方が多くいらっしゃると思うんですけど、うん、日本にはやっぱりいないので、その日本で自分が受け入れられるかっていうのがすごく分からなくて不安で、うん、ちょっと3年間悩ませていただいて、その勇気を出して今に至るっていう感じです。いやー、よかったですね。もう社長さんにも大感謝します。感謝してます。皆さん感謝してください。よかったです。はい、海外は行ったことありますか？海外行ったことなくて。そうですか。はい、似たような体型の方がいる結構オープンな国に行きたいなっていう願望はすごくあります。やっぱ目立ってしまうので、日本だと。そうですか。目立たない国に一回行って堂々と歩いてみたいっていうのはすごい、はい、例えば目立たない国はどこですか？ハワイとか、やっぱアメリカ系のグラマラスな方がたくさんいらっしゃるようなところに行きたいですね。はい、あ、そうそうですね。じゃあ海外でも一回撮影してみたいですか？グラビア撮影とか。してみたいですね。気に入りのスポットがありますか？見たことある中で。やっぱり南国、まあちょっと王道ですけど、はい、バリー、グアム。バリー、グアム。ハワイとかに、あ、そう、ビーチに行きたいですね。モモモスさんの特徴はやはりお胸ですね。そうですね、はい。ちなみに何カップですか？ M カップあります。N カップ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,
KLN すごいですすごいですね。日本では他の M カップ以上のグラビアアイドルはいますか？あ、今はちょっといないみたいで、唯一のすごいですね。やはり日本では例えば M カップのグラビアアイドルとして、うん、まあ、M カップ本当に女性としての毎日の生活はどんな感じですかね、日本の社会で。あ、やっぱりあまりいないので目立ってしまうっていうのはすごくありますね、うん、まあ、服とかもすごい体型が目立たないような服を選んで、はい、ちょっとあまり胸を張らないように歩いてみたりとか。そうですか。そうですね、堂々とはできないですねやっぱり、うん、じゃあぜひ海外も行きたい、行きたいですね絶対。逆に外国人から見るとやはり日本では女性はやはり胸が小さい人が多いと思ってる人が多いんですね。それについてはどう思いますか？あ、やっぱりだからそのインスタグラムとかのコメントとかでも、はい、嘘だろみたいないや本当だけどいや本当のことを証明しますよくやりますね、フォトショップとか。そうですか、ね、いや、フォトショップではありませんよで、そして YouTube もしていらっしゃいますね。はい、ちょっとコロナになってから何か新しいことを始めようと思って、はい、つい最近なんですけど、はいはい、やり始めて、もともとゲームが大好きだったのでゲームとかをやらせていただいてます。ゲーム、最近好きなゲームは何ですか？ドラクエウォークっていうアプリがあって、はい、それにめちゃくちゃハマってから、はい、原作のドラゴンクエストにすごいハマって、今順番にやっていってます。ファイナルファンタジーも好きです。ファイナルファンタジーいいですね YouTube の方で、はい、モセさんは自分の胸を測った動画がありますね。はい、あります。その結果は何ですか？はい、両方同じ重さで 5.2 キロでした。5.2 キロ、全部で。5.2、5.2 だから10.4キロ。すごい。10キロ以上。10キロ、10キロあります。外歩くとやはりみんなに注目されてるんじゃないですかね。そうですね。でそこで例えば自転車、運転車とか車の運転車は事故を起こしたことはありますか？そうなんですよね。なんか結構昔からあって。はい、最近もこの前自転車のおじいちゃんがこけてちょっと何回もあった。あ、そうですね、何回もよくあるんです。すごいですね。ずっと見ても目がもう離れ危ない、本当にそうあるんですね。じゃあ将来の目的は何ですか？やっぱりグラビアアイドルとしてもうちょっと成長したいので、たくさんグラビアのお仕事、写真集とかまだ出してないので、はい、写真集出せたらいいなって思ってるのと、あとやっぱりオタクなので、はい、コスプレをしていきたいなって思ってます。とっても今後ともぜひ似合いそうなコスプレいっぱいある。ああ、ありがとうございます今日もなんか他の人も見てるんですねそう、実は今日はお友達のクルスうさこちゃんと、はい、コラボ撮影もあって今後ろにいいです、ね、そう、楽しかったバレンタインコラボ撮影をね。 Yeah, as you heard, we took a lot of Valentine special pictures with Momomose and Chris Usako, and these are going to be on their Patreon accounts, so we will put all the information in the description box below. Definitely make sure to follow Momomose. She's going to be a big star even more from now on in Japan and around the world, so check her out. はい、最後まで YouTube 見てくださってどうもありがとうございました。ぜひMomoMomoseのツイッター、インスタグラム、フォローよろしくお願いします。See you next time! アロンガキバ、バイバイ!